ります。暫定数の仮設の通路でございます。これもうちょっと内側を今、本節作ってるのが、これがここからこう入っていって、もうちょっと、ショートカットしていくルートを作ってます。でこれが本節のルートになりますし、今 390m 歩いていただくということになっておりますが、それが出来上がりますと、それが約 100m ほど短くなるということで、動く歩道がありますとか、あるいはエレベーター等のですね、バリアフリールートとして、そういったものが出来上がっているという形になりますので、いや、もう行かないです。